こんにちは、仏壇ことドットコムの高安です。今日は春の彼岸を、やろうと思っていて、今日今新暦の3月21日で旧暦2月9日なんですけど、うちは今日今からやります。で、ひぬかんはこの茶木変えて、お水変えて、お塩変えて、お米変えて、お酒も変えてあります。で、いつもならこれで私は朝線香を立てるんですけど、今日はこの彼岸をやるっていうことで朝の線香は立ててないです。で、彼岸の時にこの、ひぬかんにも茶脇お供えするっていうのも、やり方としてはあるんですけど、私はちょっと今年はこれはやらないでおこうと思っていて、でなぜかというと、ひぬかんはあくまでも報告で、彼岸っていうのの、意味の考え方としては、自分よりずっとずっと上の先祖に対しての供養っていう考え方をするので、先祖への供養だったら仏壇がメインになるんじゃないかなと思っているので、日の間にはあくまでも報告かなと思ってます。で、いつもの12本3本の線香に火をつけていきます。でいつも言ってるんですけど、この時コンロの火ではなくて、必ずライターとかの火でつけてください。コンロの火はかまどの火なので別ですね。線香をつけるための火ではないので。で、12本3本立てて、こんな感じで、よいしょ、でこのひぬかんやって後に仏壇にお供え物をする前にお通ししてお供え物をするっていう順番なんですね。なので沖縄って全部ひぬかんから、ひぬかんにまず挨拶、今日何やるよっていう挨拶をするっていうのが基本かなと思ってます。でこんな感じで線香を立ったら下に正座して座って、でこの時も立ったままではダメですかっていう風な話を最近よく聞くんですけど、できるだけ正座して座って心落ち着かせて手を合わせるっていうのがいいかなと思います。ただスペースによっては座るスペースがなくてっていう人もいるので、その時はもう立ってすいませんっていう風に言えばいいかなと思います。で、今説明したように12本3本の線香を3組お供えして、旧暦、新暦、住所、家族の紹介、偶数を唱えて、これから春の彼岸、秋でも一緒です。秋の彼岸だったら秋の彼岸、春の彼岸だったら春の彼岸を行いますので、どうぞご先祖へお届けくださいっていう挨拶を日ぬかんにします。なので、私たちの場合は、旧暦2月9日、新暦3月21日で、家の住所ですね。っていうふうに、家族の紹介をやって、それが終わってあと線香燃えるのまでは待たなくていいので、そのまま仏壇の彼岸のお供え物をします。はい、ひぬかんに春の彼岸の報告をして仏壇に移動してきました。すでにお供え物はもう机、向こう側の机の上に準備されてて、今そのままの状態です、仏壇が。で、朝の段階で茶木を変えて、お茶を変えて、お水とお酒を新しいものに変えてあります。でこれから今からお通しをしていくんですけど、まず12本の線香を立てていきます。で、その時に結構みんな忘れがちなんですけど、まずろうそくに火をつけるんですね。でこの間もちょっと質問があったんですけど、電気のろうそくでいいですかっていう話をされたんですけど、この火の暖かさで、世から見えるらしいので、仏壇はなるべくお供え物してる間だけでもろうそくで火を灯しておいた方がいいかなと思います。で6本の2つですね、12本を立ててお通しします。でこの時もいつものように旧暦と新暦、住所と両親の名前と、この自分が長女とか長男とか名前を伝えて、これから春の彼岸を行いますので、どうぞご先祖へお届けくださいとお通しをします。これ秋の彼岸はそのまま秋の彼岸を行いますのでっていうことでやりますので、じゃあ私もやります。はい、で12本で、イメージ的に言うと今先祖にノックした感じですね。今からお供え物するから来てねっていうご案内をかけました。でそれから、今から果物とかお菓子とかを全部持っていきます。果物からがいいかな。で、
果物は、バナナ5本、みかん3個、りんご1個っていうのを1皿にして、2皿。本当は仏壇って常に対なんですけど、食べきれないからとか大人の都合で1にする場合もあったりとか、本によっては、果物が1、お菓子が1で対にしましょうとかっていうのがあるんですけど、いろいろ私も毎年毎年考えるんですけど、果物は2つ、お菓子も2つがいいかなと思って準備してあります。でバナナ5本、みかん3個、りんご1個を1皿として2皿で、1皿につき1組5枚の内カビを果物とかの上に置いていきます。でごちそうもさっき作ってあるごちそうもお箸を添えてお供えするんですけど、これこんなんだよね。で果物の上に1つ置いて、またもう1個の果物の上にも1つ置いて、はい、お菓子で、お菓子で、茶わきのお茶わきもこれ1でいいんだはずよね。そう、1で置きます。で、あとはお餅も3個とか5個とか7個とかなんですけど、あと内カビを家族の人数分用意します。で、当主は1組5枚とかすいません。でその他の人は1組3枚にするっていう家庭もあるんですけど、全員1組5枚でも問題ないです。でこれ内カビの方向なんですけど、左側が丸く折られたところで、こっちがバサバサのところで、これを向こう向けにしておきます。で、家族の分ですね、うちの家族の分と、なんだかな、8組かな。で、これを、これはもうみんなからっていう意味ですね、内カビ。で、これを家族分置きます。で、これからまた、家族分の線香を立てますね。で、1人3本でいいんですけど、私たちはいつも12本3本の15本をやっているので、1人分ずつ。立てていきます。線香でやった方が良かったかな。これがまず1人分いい立てて、この場合はライターでつけても、まあ向こうのろうそくでつけても OK です。あっちでつけていい？今音だけカチャカチャ聞こえると思うんですけど、手前で線香をちょっとつけていて、でこれ今熱いつけようかな。で私の夫の分、これ私の分で、でこれ私の分と、あとは、うちの息子の分とお姉ちゃんの分と夫のお姉ちゃんですね。で、夫のお兄ちゃんの家族の分っていうのを全部、あとはもう3本ずつでいいので立てていきます。で、この時に日の間には私の前の旦那との子供の話をしますけど、この時には、直系とその家族と、女兄弟の家族しか、仏壇にはやらないんですね。もちろんうちの娘本人が来たらこの仏壇に線香を立てたりとかするんですけど、こういう悲願だったりとか本人がいない時っていうのはもう近しい家族というか、そういう感じで線香を立てる判断をしてます。で、やる時間、このお悲願やる時間は朝昼夜どちらでも OK です。で悲願も、7日間あるので、この7日間のうちで都合のいい時で都合のいい時間でいいので、ちょっと気持ちが楽かなと思います。で、あと人がこの仏壇に入っている人が亡くなって1年期終わってない場合には、今回赤いかまぼこをやってますけど、赤いかまぼこを結び昆布、三枚肉をやってますけど、法事の場合には、白いかまぼこを、返し昆布で三枚肉
とかっていうふうに法事用の餅とか食べ物になります。お餅もお祝い用は あんこが入ってたりとかきな粉ついてたりとかして OK なんですけど、法事用はもう真っ白のお餅が基本になりますので、この1年期終わってない場合の悲願っていうのはまたちょっとやり方が違うのでそこを覚えていてください。で、線香が全部立ったので手を合わせます。で、いつものように旧暦行って新暦行って今日がお悲願ですっていう話をして、で、線香が全部燃えるまでお供え物置いておきます。で、私もやります。はい、で、グイス唱え終わったら、線香が全部燃えるまで多分30分ぐらいかかると思うんですけど、30分経ちましたってなった時に今度何をするかっていう と、一応ざっと口頭で説明しておきますけど、お下げしますっていうことで今日は悲願でありがとうございますってお礼を言ってから、ろうそくを消してこのお供え物、果物もお菓子もお供えしたごちそうも全部茶置きも全部下に下げます。で、その時に、内カビがあると思うんですけど、内カビも一緒に下げて、その今乗ってる内カビとその家族分からの内カビを、仏壇の前で燃やす方もいますし、火災報知器が鳴るからっていうことで外でベランダとかで燃やす場合もあります。で、これをお下げしてからこの内カビを燃やして、持たせるっていうやり方をします。で、この悲願の時にもこのごちそうをひっくり返したりとかしてやるっていうやり方とかもあったり、ごちそうを1個ずつひっくり返して持たせるっていうやり方があったりとか、お菓子は備えないとか果物は備えないとか、重箱に入れるとか入れないとかっていろいろあるんですけど、今回私お皿にオートブルで持ってあるのはなぜかというと、これ重箱を作る時の私は基本だと思ってるんですけど、重箱っていうのはお弁当箱と一緒であって、お墓に行く時とか外に出る時っていうのに詰めるものなんですね。なので、CB はお墓に行くので重箱に詰める。で、法事はその日の朝お墓に行くので重箱に詰めるんですけど、お盆はお墓には行かないのでお皿盛りで OK、 今日もお彼岸は沖縄はお墓には行かないのでお皿盛りで OK で、お皿盛りのいいところっていうのは作る方としてはそんなに多く作らなくていいのですごくコンパクトに作れるので、まず最初にねシーミーとかの重箱を作ろうっていうよりかはこういう茶わきとしてごちそうを作る練習をしておくとスムーズだと思います。はい、じゃあ仏壇編はこの辺までですね。はい、線香が全部燃えたのでごちそうとか果物をお下げします。で、この時はちゃんと正座して座って、ウサンデーサビラでもお下げしますでもいいんですけど、お下げしますっていうことで一回ご挨拶をしてから、で、ろうそくの火を消します。で、この時にふーって口で消す人がいるんですけど、これ口で消してはいけません。手で消すか、ろうそく消すやつがあるのでポコってかぶせるやつですね、あれで消してください。で、こんな感じで OK ですね。で、お下げしますって言ったので、まずごちそうとかを全部下げていきます。で、この時に内カビ、内カビは全部こっちに置いておいて後で燃やします。で、お下げします。全部お下げします。果物も下げます。去年はそのまま置いてあったんですけど、終わったってことで下げようと今年は決めて下げてます。はい、よいしょ。はい、で、下げたら一番最後にこの内カビを家族分のやつとごちそう分のやつっていうのを合わせてこれを焼きます。で、悲願は終わりですね。はい、うちはベランダに移動しました。で、内カビを焼いていくんですけど、ベランダは夫が、はい、どうぞ火つけてどんどん焼いていきます。で、内カビ焼くときって
内カビは燃え残しがないようにとかですね、もちろんこれが飛んで火事にならないようにとかですね、いろいろ注意する点はあると思うんですけど、みんな子供とかこの煙とかこの燃えかすみたいのから逃げようとするんですけど、これをかぶることが得になるので、特に生まれたばっかりの子供とかですね、ちっちゃい子供っていうのは一緒に横で焼いたらいいかなと思います。うちも4歳の息子がいるんですけど、今撮影してるから静かにしてよって言って横にいてお利口さんしてるんですけど、煙をかぶってますし、ただこれは徳をかぶっているっていうことになるので、どんどん一緒にぜひ参加させてあげてもいいんじゃないかなと思います。ただね、4歳なので焼くっていうのはできないんですけど、横でなんか楽しそうに焼いてるお父さんと一緒にいるっていうだけでも、子どもたちってちっちゃい頃やったことって覚えていると思うので、ぜひ一緒になんかお父さんだけが外に出て一人で焼いてて、あとはみんなで中でいるっていうことがないように、みんなで燃やしていただければなと思います。でこんな感じで今日ちょっと風が強いのでものすごいことになってるんですけど、で家の中の火災報知器がならないようにとかですね、あと洗濯物にこのカスがくっつかないようにとか、もちろん火事はもちろんなんですけど、これで全部内カビ燃やしていきます。で最後にお酒をかけてっていう方もいますし、お水かけてっていう方もいるんですけど、内カビ燃やして、あとはこの火がちゃんと消えてるかっていうのを確認してから、ちゃんとこのこの内カビ焼くやつですね、これを片付けるようにしてくださいということで、彼岸はこの流れでやっていきます。ぜひ参考にしてください。今日もありがとうございました。